はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター、前回ですね、女神のベルを手に入れてヨーゼフが死んでしまったので、サラマンドの町へ戻ってきたところからですね、ヨーゼフの死を無駄にはしないでくれ、そのベルを持ってカシュオに行くんだろ。こいつ結構詳しいな、なんでそんなこと知ってんだ。ヨーゼフが？ヨーゼフは死んだ。で、ヨーゼフを好きだった女性がちゃっかり家の中に入って、私がヨーゼフの代わりにネリーを守ります、きっとあの人も喜んでくれるでしょう。まずさ、ヨーゼフとさ、こいつって面識はあったのかな。いきなり知らない女の人がさ、なんか母親代わりになるよみたいなこと言われても、お父さんも帰ってこない。いや、これネリーがかわいそうだな。もうお父さんもお母さんもいない状態で、全然知らない女性の人が母親になるっていう。でもまあ、ヨーゼフがいない状況で子供を育てようとするこの人の愛は本物だよね。それは認めよう。それではカシュオーンへ向かいます。もうカシュオーンは引く手でいきましょう。結構な道のりなんで、パパパッと引く手で移動していきます。空艇に乗ってるときは地図出ないんだ。まあ飛空艇で行くとなんかそれなりっぽいけども、出現率の高さからするとこの距離を移動していくのは結構大変なんだよね。ではカシュオの城、いきなり敵出るのか。ソルジャー3体、まあ、マジックパワーが近くなるまではまた魔法を使っていきましょう。ファイヤーがレベル4になったんで、ブリザードとサンダー上げていく。てかレインズとかってさ、使わないから全然レベル上がんないよね。太陽の炎、まあ、これは無理で、ドアには鍵がかかっているんで、これ女神のベルを使えばいいのかな。鍵が開いた。音もなく鍵が開いたってさ、音してないのになんで鍵が開いたってわかんの？開けてもないのに。ゴードン、太陽の炎を取りに戻ってきた。この扉の封印を解けるのは今や私だけ。エギルの松明を探しに行こうとしたんだが、中は魔物の巣。一人では進めないし、手ぶらで戻るわけにもいかない。どうしようもなくて途方に暮れていた。この城には詳しいんでしょ、私たちを案内してくれないかしら。この城には謎が多く、内部については私もそれほど詳しくない。マジで役立たねえなこいつ。まあただいいだろう、4人パーティーで。ゴードン自体はまあそのヘタレのセリフからもあるように別に強くないんで。さて何を装備させようか。スピアを装備してるんだね。じゃあミスリルスピアを手に入れたんで、ミスリルスピアを装備させてあげよう、君のために。で、盾、ブロンズの盾か、あ、ミスリルの盾が1個余ってる。あ、これも取ったか。ブロンズアーマーで、これ銀の胸当てで、頭はちょっとブロンズのことは外そう。あ、革の手袋くらいだったらいいか、回避率が上がるからね。で、革の帽子もまあ防御力が1、魔法防御がそこそこ上がるのか。もうこれでいいや。で、対立は前線に出しておこう。それではカシュオン城探索していきます。ケアルの方、ゴードンよ、その実力見せてもらおう。ブリザード攻撃、攻撃1ヒット25とか。いや、倒したは倒したけどさ、槍でいいの使わせんの本当に。ミスだし、ステータス見てみよう。あ、全然じゃん。槍が2、あ、全部2じゃん。全部2だから何使わせてもいいのか。まあ伸びしろのあるキャラだと考えればいいけど、別に最後までいないからね。適当に育てて。こいついついなくなるっけ。
4人目の仲間は結構入れ替わるから。いけ、毒になった。これ毒はさ、戦闘終われば治るけど、猛毒があって、猛毒が治んないんだよね。オーガが出てきた。いけるか。火力は高そうだ、敵の。弱、特に何もわからん。500ギル。ゲッ、アダマスタイマイとか普通に出てくるようになってんだけど、攻撃がさすがに通らないな。194。ゲッ、だった意味わからん。まあでもヒットポイントは上がった。よしよしよし。モンスター、ウェアラット、先制攻撃のチャンス。これはどうなんだ。ウェアラット自体は初だな。ファイヤーを唱えよう。185、倒せんの。62。いや62で死ぬんだ。ゴードンなんか普通にそこそこの火力出るわ。40だけど、ちゃんと当たれば強い。ヘタレキャラの FF4 のギルバートと比べれば全然使いやすいわ。パラメータも何気に強いじゃん。黄金の盾装備させよう。もうミスリルなど時代遅れだ。上がるね。よし、 OK。 ランドタートルまで出てくんのかよ。でもランドタートルの方がアダマンタイマーよりは弱かったよ。あ、ブリザード一発だ。宝箱地帯、ウェアバスター、ちょっと全部開けてから。ミスリルアックス、ミスリルソード。ウェアバスターってどうなの。あ、杖じゃんこれ。剣かと思ったら杖だった。杖だけど強いね。いや、使ってないわ。まあいいか。オーガメイジがいる。結構危険だな。どうだ。早急にまずオーガを始末して、オーガメイジにダメージを与えたいけど。58でブライン4。これはそうだよ、プリトロ5。ただ全体攻撃だとやっぱり下がるね。てかうちもグラサン組が2人いるから火力がだいぶ下がってる。スリプル、やばい、危ねえ。なんかその割には大して上がんねえな。また宝を落ちたい。毒消し、トンカチ、目薬、別に普通。この宝箱は怪しい。モンスターだし。え、どうなの。一体ずつ、何が効くんだ。ファイヤーにしとこう。何、結構人々が高いから買って。5、死んだんだけど。自爆で1体倒したからそれは良しとするか。自爆1は全然、自爆5大丈夫、残る。うわー、てかさ、マリア死んだらやばくねえか。俺フェニックスの持ってたっけ。黄金の鎧、いいものは手に入れたけど、いや、やっべえ、フェニックスのがねえ。これでなんとかしなきゃいけないのか。しまった、金があるからフェニックスの王は買っておくべきだった。まずい、黄金の鎧さえ、鎧装備しないからね。どうする、テレポもないしな。これはマジでしくった。とりあえず行けるところまでは行こう。なんかボスがいるし、回復だけさせよう。いや、ここでちょっと倒せなかったらセーブデータやり直してちゃんとやり直そう。エギルの松明には守護する魔物がいると聞いた。お前死んでんだろ。レッドソウル、先制攻撃食らってるし。ただ8、いや魔法はそれなりだな。押せ、火力でブリザード8。効
かねえんだけど、なんで50。これ古代の剣使うか。ちょっと待ってね、装備を変える。こうでしょ、こうでしょ。で古代の剣で呪いにしてどうなるか。なんか呪いになったんだかなってねえんだかわかんねえんだけど、まあいいや、呪いになったと信じよう。75どうか、わかんねえ、長期戦になりそう。もうあと戦うしかやることがない。もうマジックは切れたか。レッドソウル倒した。いや倒してエギルの松明を手に入れたけど、テレポとレイズはフェニックスのっていうかレイズは全員に装備させるべきだったな。歩いて帰るか。学んだ。もうひたすら逃げでしょこんなの。ようやく戻ってきた。これはエギルの松明でいいのかな。全部の炎を移したんだけど大丈夫？よし、これで逃げる。痛い。自爆自爆。で外に、あれ、あ、これあれか、追われてるんだよね。大戦艦もなんかあれだな、機動力すげえな。あ、そのまま回収された。小回り効きすぎだろ。行っちゃったって感じだな。でここは逃げよう。一回体勢を整えなければいけない。でここの森、チョコボがいるんでチョコボで帰ります。超簡単に捕まえられんな。とりあえずアルテアに戻ってきた。で教会へ行って蘇らせよう。二人死んでるけどね。こうやってやるんだ。三人死んでたらどうすんだ。で回復をしてから寝よう。ケアルが5になったし、回復量200か。これでちょっとレベルを上げる。ケアルのでレイズ買いに行くのはちょっとめんどくさいんだよね。だからフェニックスの方で代用しよう。1個500円だった気がする。10個で5000円。いやだったらレイズの方がいいな。でお金は多分そこそこ1万9000円あるからね。ちょっとまずフェニックスのどうする。じゃあ10個だな。エーテルコテージあんじゃん。2000円か。2つ持っておこう。エーテルは3つくらい持っておく。よし、これでいいや。であと大戦艦がどこにいるかっていうのはもう分かるんだけど、一応手に入れたよっていうことで女王様に報告。いねえし、王様が死んだか。もうあれ、ジョー様どこ行った。王女は君たちばかりに危険な任務を送り出していることをすまなく思っていた。カシオンまで向こうを迎えに行こうと白の飛行艇に乗り込んだ。あ、そうなの、捕まっちゃったよ。補給もかなりの量が必要なはず。必ずどこかで着陸している。ヒルダを救い出してくれ。それだけか。でちょっとやりたいのがキャプテンを倒せるかどうかっていうところ、やってみよう。まずはフリオニール、古代の剣を装備させてるんで呪いにする。であとはそのまま火力で押し切る。7とか3とかね。
28、まあ、弓は大丈夫でしょう。要は攻撃に耐えられればちょっと時間かかったとしても、いいね、呪い効いたわこれ。じゃあ変えてミスリルソードで、あとは攻撃3人55、まあまあまあ50いいじゃん、50通ればいいよね。攻撃83、耐えられる、これいけんな。あとこいつの人目がどれくらいかだよね。ファイヤー4、弱点はなかったと思うんで、まあ火力の高いやつで154、いいね。弓は弱いマジで。でキャプテン倒せれば熟練度も上がるんじゃないか。ほら剣レベルアップ、縦レベルアップ、斧レベルアップ、縦レベルアップ、これで結構強くなれる。よし炎の弓、こいつ結構いいアイテム落とすんで少しキャプテン狩りをします。てか炎の弓普通に強え。ミスリル棒で攻撃力21だったのが攻撃力50に上がって命中率も上がってるんで、これ普通に装備させよう。よし黄金の鎧、てかね、マリアの弓普通に強えわ。まあ、ちょっとまずは古代の剣を入れるのが優先なんで、最初はまあ魔法打つで、これ入ったよね多分。装備変えるのとかもめんどくさいけど、ちょっと死ぬのは勘弁だな。ゴードンがやっぱり若干してますよ。ちょ待って、ケアル使っちゃったよ、そのまま高速戦闘にしてたから。ちょっとマリアの強さを見せられないんだけど、100くらいならなんとかなる。いけ3ヒット148とか、普通にゲー逃げてったんだけど、ひどくない。弓レベルアップした、いやマジか、許さん。このまま戦闘に入る、回復してないけど。ファイヤー、でも古代が入らないとマジで無理だな。古代の剣様様、あとは攻撃、あとはもう流してて大丈夫なんで、よっぽどちょっと食らわない限りいいよ。ゴードン最悪死んでも143216、マジでマリア強い。そして熟練度も上がっていくからね。ゴードンもなぜか上がる、黄金の鎧で、だいたいキャプテン狩りが終わったんで、ちょっとですね、これからミシディアの方へ向かいたいと思います。全然行ってないんですけど、ミシディアの街っていうのがあって、そこって割と後半に行くところなんですよね。で、後半に行くところではあるんですけど、一応歩いて行けるんで、この戦力だったらいけるんじゃないかなと思うんで、で、後半の街なんで結構いい武器とか、魔法とかが売ってるんで、それをねちょっと調達してこようと思います。敵は強くなる、どうだ、ゼロ、やばい、いや待って強すぎるぞ、甘かった、考え甘かったな、キャプテンより強いじゃねえかよ、逃げてったけど、これはまた古代出番か、いやまさかここまで強いとは予想外だった。アタネシス336、いやキャプテンなんかより全然強いな。そして炎の剣、炎の弓はマジで強い。だから古代の剣を当てれば戦えない相手ではないというわけで、じゃあちょっと敵は強いんでどうするかというと、集団戦法でいこう。少し進んで中断して、少し進んで中断して、これを繰り返して敵が出て基本逃げでいいや、間違えた、で死んだらやり直す。よし逃げられた、これを駆使してちょっとミシリアまで行きたいと思います。到着ミシリアの町、魔導士の国ミシリア、遠くからはるばるよくやってきた。
で結構意外にね逃げられたんで割と楽だった。古代の書物をたっぷり読んでいくがいい。いやそれはいいや。俺が求めているのはちょっとまず売ろう。防具屋は何が売ってる？アイスシールド、ナイトの鎧、盗賊のコテ。素早さがわかんな。盗賊のコテって確かそんなに高くなかった気がする。その重さが巨人のコテ重かった気がするな。まあまあまあ、まずはいらないものを売る。でこのカーズの本とかがめちゃくちゃ高く売れるんだよね。全部売っちゃおう。で東堂の本も1個5000円で売れるんで、で弓いらない、杖いらない、ロングボウもいらない、アクスいらない、ここら辺ガチャガチャ売ってこう。でミスリキソードちょっと残しとかなきゃいけないから1本ね。でアクサもいいでしょ。でウェアマスターどうする、一応持っとこう。炎の弓はもう弓なんていらないよね、1つ装備しとけば。でここら辺も全部で、兜もいらないでしょ。で黄金の鎧なんて、黄金の鎧意外に安いな、1000円でしか売れないんだ。よしこんなもん5万円。俺が何が欲しいのかっていうと、まずはここは魔法屋さんがいっぱい。これじゃない、正面か、ホーリー2万円、これが欲しい。チェンジこれいいんだよな結構。まあもういらないけどね。バリアレイズはちょっと3人分買い足しておくか。あとケアルももう1個か。ここはいらない。あ、レイズ売ってない。売ってた。1、2。テレポは大丈夫か。蘇らせれば結局いいんで。で、使うのかな。まずホーリーをマリア。ホーリー主体でいこう。で、レイズは不良にいると。ガイに装備させて、ケアルも一応覚えさせておこう。ちょっと1だから全然だけど、まあ、ないよりはっていう感じかな。よし、これで魔法は大丈夫。で次はやっぱり武器。さて何が売ってる？力の杖、大がキラー振ってんじゃん、超杖。炎の槍とか、あれ氷の弓って炎より強い。ちょっと1個買っとこう。で、オーガキラー買ったら、炎の槍が買えないから、まあ、ゴードンっていうよりは、それは害だよね、と。9000円か。炎の槍装備させて、フリオニールに上げていくっていうのも、いいと思うんだよね。めちゃくちゃ攻撃力上がるんだけど。いや、そうすると、やっぱり欲しいよな。炎の弓。氷の弓の方が全然強えわ。全然だな。よし。マリアの弓もすげえ役立つからな。なんか売るもん、もうちょっと金が欲しかったか。9200でしょ、これ売ってどうなる。ミスリラックス300円しかならない。まあいいや、売ろう。ファイヤーの方もじゃいらない。ブリザードもいらないでしょ。ちょっと二足三本にしかならないけど。で炎の弓はでもいらない。でウェアバスターで、ウェアバスター売るか、いらないよね。で3000、あと2000円。ちょっとあと2000円くらいだったらここら辺の敵倒してなんとかなるかな。一応火力は上がってるからね。ちょっと中断かけてちょっとここら辺の敵を狩ろう少し。で炎の槍やって、フリオニールに炎の槍装備させよう。これどうだ、まずホーリー1だからな。ちょっとだったら普通にやる。600いいね。トールはファイヤー5300、トールだったらあれでいいか。87ミスリルソードにしておこう。いけ、うちの主戦力のマリアが。てかマリア攻撃でよかったのか。古代の次からミスリルソード、あとはゴリオス。とりあえずガイなんとかしてくれ。削った。 OK、 こいつらは弱かったな。で2000円手に入んじゃん。いいじゃんいいじゃん。で炎の槍を買おう。で
攻撃力的にちょっとフリオニールに装備させて、で熟練度をあと上げていく。熟練度が上がらないとちょっとね微妙そうだから、攻撃力はでも確かに強い。よし、これでいこう。ではちょっと帰り道戦いながら行くか。でケアルで回復させて、もう防具までちょっと手を出してる余裕はなかったんで、これでいきます。でカヌーの間は敵が出ない。ボーム5体、これさ自爆食らったらきつくないか。まあいいや、やってみよう。1ヒットしかしない、それはしょうがない。ゲッツェ391で分散させよう。自爆7、300、自爆7、大丈夫、耐えられる。ヒットポイントだけはそれなり、0。ガイはうちのエースアタッカーだからな。自爆7、いや97、いける、このまま合流そう。行け、ガイ。てかケアル使っちゃったよ。あ、勝手にヒットポイントが低い人をやってくれたのかな。いや、マリア強い。3400円、精神とかなんか全然上がってなかったんだな。ケアルをあんまり戦闘で使ってないからか、使ってない割にはもう8だからな。ちょっとマジックパワーもなんとかしたいよね。ウェアール400、倒せないか。痛い。200、170、食らうわ。しかも毒ってるし、猛毒だ。マリアとガイ頼み、マリアとガイが入れば倒せる。何、ちょっと待て、危ない。槍レベルアップ、新しいさ武器を使うのって結構つらいな。いけ、毒消しじゃなきゃダメなの。猛毒回復できないんだ。そう考えるとウェアルフめちゃくちゃ厄介だな。でここら辺行けばもうちょっと敵は弱くなると思うんで、いやそんなことなかった。ボーム、いや確実に1体1体ずつ倒していこう。350、倒せないよね。何、こいつこんな強いの。やばい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 、いや1体ならいける、ご了承。いやボム強えわ。せめて槍レベルが5くらいまで上がってくれれば全然火力が違うんだろうけど、またキャプテン勝って槍レベル上げていくか。多分槍レベルだったらこっちはでも大丈夫なんだよね。とうとうヒットポイントが1000を超えた。で金はどうだろう、もうそんなに必要ない気がするけど、あとホーリーレベルか、上げたいよね。てかマリアが普通に強いな。そうすると超エース、魔法も使えるし攻撃力も高いし、古代の剣なしで狩れるかって言ったらちょっと厳しそうだよね。まあ一応やってみよう。反乱軍、反乱軍の力見せてやる。まあ、これはダメージ期待できないのはしょうがない。でこいつも期待できないのはしょうがない。マリア336、ガイ277、余裕だな。ゴリオス雑魚だ、もうキャプテンすら雑魚。ワンターンキル。クリオニール槍レベル6になったらちょっと先へ進もうかな。じゃあキャプテン狩りも終わって、第2次キャプテン狩りっすね、もう終わって槍レベルも上がってきたんで先へ進んでいきます。で大戦艦はこの先に補給してるんで、まあ、大戦艦のところまでは行きますか。
で少し上に行くと敵は多少強くなるはず。マジシャン、ソルジャー、マジシャンってなんかまた魔法の書を落とした気がするんだけどな。ポーションで、こっちの方で世界はつながってるからね。ウェアラット、いやもう火力高すぎでしょ。割と無双していけそうだな。ソルジャーとか完全雑魚だからな。バーサク、やった。バーサクはちょっと覚えとこう。これがねレベル上げるのがめんどくさいんだよね。そういやホーリーもレベル上げなきゃいけないから。でここら辺の敵だともう武器レベルは多分上がんないと思うんで、魔法使っていこう。アタライン攻撃はちょっとホーリー一回も見てないからね。攻撃するか、しない。でこっち出てきて、ホーリー1だから。弱っ。いやしょうがない、魔法がほんとめんどくさい。敵が強ければ強いほど上がりやすいとかっていうのがあればいいけど、一発じゃ上がらないか。というわけで大戦艦ここにあります。まあそんなところでもう戦力は十分、あとはちょっと魔法レベルを上げていくだけということで、今回はここで終了して、次回大戦艦の、破壊からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。